アロハー YouTube! ジクラス YouTuber のルジちゃんです。はい、今日ですね、お話しする内容はですね、今 G クラスを中古車で購入を検討されている方にちょっとね、当てはまってくるっていうか、そんな方にちょっと聞いてもらいたいなっていう内容になってるんですけれども、G クラスを、まあ、中古車で購入する際に、まあ、ちょっと押さえておきたいポイントって、まあ、正直何個かあるんですけど、その中の一つのですね、ちょっとポイントに目を向けて、ちょっと話していこうと思います。はい。でね、今、ちょっと僕の前に G クラスの鍵がね、あるんですけれども、まずこれが新型の G クラスの鍵ですね。映ってます？はい。はい。新型 G クラスの鍵ですね。で、この鍵ですね、このちょっとメッキが入ったような鍵、これ大体 G350 ブルーテックとか、G350D とか、そのあたりの年式のこれ鍵になってます。はい。で、こっちの鍵ですね。はい。これは G55 だったり G550、 あと G500 とかですね、そのあたりの年式の鍵ですね。で、これ、この鍵は、旧インテリアのタイプの G クラスの鍵っていう感じなんですけど、はい。で、G クラスって結構ね、鍵の この種類、何種類かあるんですけど、今日はですね、別にこの鍵の種類はね、関係はないというね。関係ないですね。関係はないんですね。関係してるのがね、この鍵の本数。本数。本数のちょっと、話します。はい。はい。でね、鍵の本数っていうことなんですけど、まあ今、大体2本。まあ、マックス2本ですね。はい。2本ついてれば、いいんですけど、もしですね、中古車で買われるときに、鍵が1つしかないっていう場合、は、ちょっとね、気をつけてもらいたいっていうか、そのね、中古車買われるところで、鍵2本ありますかっていうのは、確認してもらった方がいいっていう感じなんですけど、それがなんでかっていうとですね、鍵がね、結構、中古車の場合、1つしか付いてないケースって結構あったりするんですよ。で、比較的ね、こういう新型の G クラスだったりとか、まだ G350 ブルーテックとか 350D とか、そのあたりの年式っていうのは大体2本ついてること多いんですけど、中古車でね、やっぱり10年ぐらい経ってたりすると、まあ結構鍵が1つしかもうない状態の状態で仕入れしたりとかもやっぱ多いんですね。で、まあそれも、その前のオーナーさんが、まあ10年の間に、まあ、一本なくしちゃうとか、まあ、そのちょうど売るときに持ってくの忘れちゃってもそのまんまになっちゃってて、鍵一つしかないっていうケースもあったりとか、そういった理由でね、結構一本しかない状態の中古車って多いんですよ。まあ、これ G クラスに限らず、いろんな車もそうなんですけど、鍵一つしかないっていう場合が、まあ、結構多くて、で、その一本の状態で販売する車屋さんも正直結構多いですね。なのでこの鍵がね、1本か2本かっていうのは確認してもらって、で、まあ、1本しかもしなかったら、2つ用意してもらう、まあ、作ってもらってっていう、まあ別途お金かかっちゃっても作ってもらった方がいいなって思うんですけど、まあ、うちの場合ね、中古車でね、納車するときって必ず2本にして、納車してるので、まあ、そうならないようにっていうふうにしてるんですけど、ただ、なくしちゃった場合、まあ、鍵ももちろん作らないといけないですし、まあ、鍵のキーシリンダーの方ですね、鍵をこれ刺す方の、受ける方も一緒に変えないといけなくなっちゃうので、一つしかもし鍵がなくてですね、その鍵をなくしちゃった場合、ですね。結構、めんどくさいことになる感じがしませんか？なんか僕だと、単純になんか、新しいの作ってくださいって言って、作ってくれそうな感じではあるんですけど。いや、そうですけど、例えば、出先で、ね、どっかのお店の駐車場と止めてて、鍵がないって
なった場合、まず動かせないじゃないですか。で今だとねやっぱいろいろそういうコンピューター使ってたりとかで、うん、まあ鍵開けたり、まあ、JAF とかそういうとこでねあのやれるかどうかってね分かんないですけど、なかなかそこ、うん、その車を鍵開けて、まあ、エンジンかけれないんで、うん、ねまあ、シフト解除してとか、うん、なんかそういったのでねあの鍵がないことによっての多分面倒くささってものすごい大変なことに多分なるんですね。スペアがあればもう持ってきてもらえれば、そうスペアがあればいいんですけど家から持ってきてもらえば、ね、そう1個しかなくて鍵なくしちゃうって結構面倒くさいし、まあ、費用もどうしてもねその分多くかかっちゃうっていうことになりかねないので、そうなのでね鍵1個しかないケースがやっぱ中古車って多いんで、まあ、必ずその2つありますかって、ない場合はもう作っておくっていう方のが絶対いいかなっていうところですね。そこをあの1個ポイントなので、ね、ちょっと覚えておいてもらうといいかなっていう感じですね。でちょうど今日この動画撮ったのも、先日ですね、まあ、今ちょうどうちで、納車準備してる、Gクラスがあってですね、まあ、そのGクラスの鍵をですね、まあ、注文しに行ったんですね。今鍵がですね結構注文するのに厳しくなってきちゃってて、まあいろいろねそういう鍵って盗難とかそういうリスクもあるじゃないですか。なんでまあ誰でも作れあの注文できるっていう感じじゃないので、それでねあの鍵やっぱ部品自体ももうディーラーメーカーさんもディーラーにしか部品を下ろさないっていうか、あのディーラーさんじゃないともう取り扱いができない関係の箇所になるんで、まあなのでディーラーさんの方で頼んできたんですね、これを。はい、はい、これを頼んできました。これは新しいやつですか？いや、まだあまだです、はい、あ注文してきたんですか？はい、注文してきました、はい、旧インテリアってことは、はい、古い G クラスゲレンデですもんね。そうですね。パーツあるんですか？あ、これね、本国オーダーって言ってました。あ、本国、あ、もう本国、うん、日本国内には部品がないので、うん、本国オーダーで、になるということで。じゃまだちょっと結構時間かかるかな。そうですね。まあ、3週間、1ヶ月弱っていう感じで、うん、はい。で、まあ、届いてきて、今ね、鍵自体も、じゃあ鍵が届いてじゃあすぐ使えるかっていうと実はそういうわけでもなくて、ちゃんとこの鍵はこの車のものですっていうそういう登録作業もあったりするんですよ。それをしないとエンジンかからないとかそういうね防犯じゃないですけどそういう安全機能もだいたいついてますんで、そうなのでね物が来たら、そういう登録してもらって、使えるようになるっていう感じですね。まあ、鍵1本いくらぐらいすると思いますか？だいたいこの古いのでも、はい、あの新しい目の G クラスでもだいたい同じぐらいな感じなんですか？はい、そうですね、まあ値段の差はあるんですけど、うん、ちなみにこの、はい、旧インテリアの鍵本国オーダーですかね、はい、そこはあんま関係ないです。あんま関係ないです、あんま関係ないですそこ。でもなんか3、4万ぐらいな。ああいいとこ、そういいとこついてます。一応ね、5万円でした。だいたい5万円ちょっとっていう感じで、はい。でもね、あの鍵なくしちゃって、その時のこと考えれば、そうですよね、うん、その5万円は払ってでも、作った方がいいと思うので、もし今Gクラス乗られてる方で、まあ、当然鍵1本しかない方もいらっしゃると思うんですけど、その方はですねぜひ1本作ってもらえると、うん、いいかなと思います。で一応そのオーナーさんが、ディーラーさんに注文しに行った時に、一応ですね本人確認とかもやっぱあるので、運転免許証ですね、運転免許証は必ず持ってってもらうっていうのと、まあ、あと車検証で、あとその車に実際乗ってくっていう感じですね。それはマストで必要になるので、ね。で、一応もう それで注文はすぐできちゃうので。意外と難しくない感じですね。簡単ですね。うん。ちゃんとも、いるもの持っていけばすぐ注文できますんで。うん、まあ大体5万円前後ぐらいになってくると思います。どの年式も。うん、でもまあ1個しかない方はですね、そう。
持っておいた方がいいかなっていうところですね。中古、その中古車で検討されている方で、まあ、鍵一つしかないよということで、まあその車屋さんにじゃあ依頼する場合ですね、その場合も結構ね、複雑というか、必要書類が結構あってですね、まあ、実際に僕がね行った際にその持ってた書類なんですけど、そのオーナーさんの印鑑証明の原本と、あと委任状に、まあ署名してもらって、あと実印を押してもらうっていう、そういう委任状で、あと、まあ、僕が行ったんで僕の運転免許証っていうね、そういったちょっと書類が追加で必要になってくるので、そうなので、まあ依頼する場合はそういうちゃんとそういう身分があのあれですね、証明できるものっていうのを、が必要に なってるっていう感じですね。なので、まあ、鍵は結構注文するときとかね、鍵関係っていうのは今厳しくなってきてるんで、で結構その社外、ディーラーさんじゃないとこでもですね、昔よくホームセンターとかにスペア合鍵屋さんってあったじゃないですか。あ、はい、でね、こういう鍵を、ね、そうですね、昔の車って刺してね、そう、刺して回すっていうのは、この鍵はね、作れるんですけど、ただね、今さっき言ったみたいに、この鍵はこの車のものですっていう、そういう登録が必要になってくるので、うん、でそこまで対応してるそういう鍵業者さんもやっぱあるんですよ。ネットで調べると結構あったんですけど、うん、ただね、金額もやっぱ結構近いぐらいしてたんで、だったらディーラーさんで頼まれた方のが、まあ、安心かなっていうのは、そうですね、あるんで、そう、一応ね、そんな感じでね、あります。まあ、なので今 G クラスを中古車で購入検討されてる方っていうのは、まあ、鍵が2本ありますかっていうことを確認してもらうっていうのと、まあ、なかったらね、1本ちょっと作りたいんで納車までに作っといてくださいみたいな感じで、うん、ね、まあ、必要書類いりますけど、まあ、依頼しとくっていうのと、まあ、今乗られてるオーナーさんの方で鍵1個しかない方は、早めにちょっと作っといてもらった方がいいかなっていう、うん、安心ですね。安心ですね、はい。ちなみになので、うちの場合は鍵は2本でちゃんと作って納車してますし、一応ね、もう別途費用はいただかずにやってますんで、うん、はいはい、ちょっとね、はい、うちの宣伝をねしちゃいましたね、はい、はい、ということで今日はですね、まあ、G クラスを、まあ、中古車で、購入検討されてる方に押さえておきたいポイントっていう、押さえたいポイント一つ、まあ、鍵のことですね、ご紹介させていただきました。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。